皆さんこんにちは、よろしくお願いします。本日は雑感のお話と、ちょっと審判のお話をしようかなと思います。テーマとしては、トロッコ問題とファールの笛というお話になります。で、サッカーの試合の質を左右してしまいかねないのが、審判の質っていうところがあるかなと思います。例えば、そのオフサイドのラインがしっかり見てもらえないとなると、ディフェンダーとフォワードの駆け引きっていうところが、ちょっと面白みがなくなっちゃうかなっていうのもあります。で、またファールの笛を的確に取ってもらえないとなると、試合が荒れちゃったりすることもあるし、逆にディフェンダーがこうファールを使って相手を止めてしまうっていうことになってしまうと、そのディフェンダーのこの技術として相手を止めるってことがしなくても良くなってしまうので、ディフェンダーの質が上がらないと、引いては日本全体守備っていうところが落ちてしまうかなと思います。ただ4種のジュニアの世代だとなかなか審判がこうファールを的確にピッと笛を取っていくということが難しいなっていうのをなんか感じたりすることがあります。そうなると、なんで吹けないのかなということを考えると、一つは、そのルールに対する知識不足があるのかなと思います。で、もう一つは、その行動による結果が、失敗するってことを恐れちゃうのかなという気がします。で、その行動の結果を恐れるといったところを、有名な思考実験であるトロッコ問題というものを、ちょっと例に一緒に考えてみようかなと思います。トロッコ問題って何っていうところをちょっと簡単にお話ししていこうかなと思います。で、こんな感じでトロッコって表現してるんですけども、電車って考えると、日本人的には分かりやすいかなと思います。で、こうやって線路を走っていた、トロッコ、電車が、制御不能になってしまって、こう暴走しているという状態です。で、このまんまで行くと、その線路の先にある、ところで5人作業してる方がいて、それを引いてしまうと。これやばいぞという状況です。で、この時、たまたまですよ。たまたま通りがかり。そこで、その係をしているとか、その会社の人っていうわけじゃなくて、たまたま、通りがかりの人が、その線路の、分岐点、のところにあるスイッチ、ここのすぐそばに、いたとしましょうと。で、仮にあなたがいたとすると考えましょうか。で、その時に、そのトロッコのこの進路をガチャって、こう、スイッチを入れると、別の道に行くので、その5人の方は助かると。ただし、このスイッチを入れ替えたことによって、その別の線路のところにいる人が、一人いるので、その人は、亡くなってしまうという場合に、この場合、あなたはそのトロッコの、別線路に引くスイッチを入れますかと。で、もしくは、これが、こういった事件が起きて、ある方がそういうスイッチを入れたことによって、一人の方が亡くなってしまったという裁判が起きたときに、あなたがその裁判の、陪審員、裁判員だったとした場合に、あなたはその人を有罪にしますか無罪にしますかという、思考実験ですね。あくまでも思考実験なので、いろんな考え方があるかなといったところになってきます。で、最初に出てくるのが功利主義っていう考え方です。この、問題考察する最初の1番目のところでは、単純に最も、全てなくして、最もシンプルに考えると、5人の命と1人の命はどちらが重いのかという問題になってきます。で、そうなると、もう本当に数の問題なので、5人を助けるために線路を切り替えたということは、許されるだろうというふうに考えるのが、まず最初の功利主義という考え方です。で、次に出てくるのが義務論という考え方ですね。別の誰かの、ために、ある人が、利用されるとか犠牲になるっていうことは、これはダメだという考え方ですね。もうちょっと具体的に、見ていくと、この類似の問題がわかりやすいんですけども、例えば病院で5人の患者さんがいます。で、それぞれが、異なる、臓器を、病になっていて、移植を必要としている。例えば一人は心臓が悪い、一人は肺が悪い、一人は胃が悪い、みたいな感じで、それが原因でもう死ぬかもしれないという状況で、その5人の、患者さんがいると。で、その時、病院にたまたま来た一人の健康な人、が、その人は、もう臓器はとても健康なので、じゃあその人を麻酔にかけて5つの臓器を取り出して、5人に配って5人を生かすことが、これが許されるのかというのが、義務論ですね。誰かの目的、誰かのために、ある人がこう利用されるとか犠牲になるっていうことが許されるのかという考え方で、これ、
直感的に考えると、その何にもない健康な人がなぜ犠牲になる必要があるのかと考えると、やっぱりそれは許されないんじゃないかなということの方が意見が多い、まあ考え方です。で、続いて、その作為行為の責任っていう考え方があって、まあこれ倫理学的に考えると、何か行動をしたことによる責任っていうのが、行動しなかったことによる責任よりも非道徳できた。つまり悪いと。何かを行動した、つまりトロッコのスイッチを入れたっていうことで失敗した場合と、入れなかったっていうことで失敗した場合は、その入れたことによる行動の結果が失敗だった方が、まあ悪いと。非道徳で的であるというふうに考えられるというのが、まあ、倫理学上の、まあ、作為行為の責任という話です。で、一方で、まあ、法学的に考えると、法律上で考えると、不作為っていう考え方があって、不作為犯っていうのがあって、その、例えばその行動をしなかったことによって、明らかに誰かに害が及ぼすなっていうことは、その行動をしないという行為ことが、こそが、まあ、責任があるというのが、まあ、法学的な考え方もあるので、これもうどっちがどっちなのみたいなことになってくるわけですよね。で、ここからが、一つ、まあ、僕なりのポイントなんですけども、その、どっちが正しいかがわからない、どっちも選べないっていう時っていうのは、人は結構、こう、考えるのをやめてしまうとか、どうすればいいかわかんなくて、まあ、パニックになってしまうので、結果として思考が停止すると。思考が停止すると行動が止まるっていうことがあるのかな、というのが、まあ、一つ、まあ、このトロッコ問題の考える上での、まあ、一つの考え方かな、と思います。で、これをサッカーに結びつけるとというお話なんですけども、そのファールが取れないっていう理由っていうのが、まあ、二つあると思っていて、まあ、一つは、まあ、その反則の知識っていうことが、まあ、ちょっと不足しているのかなっていうところですね。やっぱり、例えば、最近やっぱり、毎年毎年のように、ハンドの解釈の変更みたいなところが、ほんと細かいところが、こう、ルールがこう変わって、結構難しいなっていうところもあるので、なかなかこう、正確なルールを勉強しようと、意識しないと勉強できないというか知識が足りなくなっちゃうなというのがあります。で、ただ、やっぱりここを翻って考えると、やっぱり我々、まあ、コーチだったり、まあ、見ている保護者の方々だったりっていうのは、その選手がどんどん上手くなってほしい、試合に勝ってほしいというふうに願って、毎週のようにこう一生懸命やっているわけですよね。で、その選手にスキルアップを願うんであれば、やっぱり、まあ、その審判もスキルアップをしなければ、選手に対して失礼だし、サッカーに対して失礼かなというようなふうに考えたりします。で、もう一つとして、ジャッジミスへの恐れっていうのがあって、まあ、さっきのお話の通り、やっぱ思考を停止しちゃう、どっち、いいか正しいか間違ってるかわかんない、これがファールなのかどうなのか、ちょっと微妙だって思うと、やっぱそこで戸惑ってしまって、なかなか、笛を吹くという行動に移せないですね。それより笛吹かないという何もしないという行動の方法を選択してしまいがちということですね。で、まあ、さらにこれ、やっぱりそれを、その審判の正しいジャッジを、阻害しているのが、ジャッジミスに対する批判をするベンチっていうのがやっぱりあって、もうこれは本当に、やめなくちゃいけないんですけども、こういったベンチがあることによって正しいジャッジができる。ことを恐れてしまって、まあ、正しいジャッジがしないということになってしまうと。で、まあ、そうなると、やっぱり、ベンチが文句を言う、審判が、ジャッジがうまくいかない、それによって選手の、プレーが、良くならない、結果として、選手が育たない、試合に勝てないという悪循環に陥るってことをやっぱり理解してほしいなと思います。やっぱりこう選手にやっぱりチャレンジどんどんしてほしいし、やっぱりドリブルで仕掛けてシュートを打った場面とかやっぱり褒められるべきだし、チャレンジするってことはイコール失敗もするってことなんで、全然チャレンジをやっていくべきだと思うんですけども、やっぱ選手にチャレンジしてほしいのであれば、審判もぜひチャレンジしてほしいなと思います。ということで、今日のまとめなんですけども、審判の役割としてはやっぱり一つとしては、まあ、ゲームをコントロールするっていうのが大切な役割なんで、まあ、あまりにもこう笛を吹かないで流してしまってると試合が荒れてしまうし、選手からもこう審判に対する信頼感がなくなるので、ゲームコントロールできなくなってくるっていうのが一つあるかなと思います。で、もう一つはやっぱり適切にファール取ることによって、例えば、まあディフェンダーとしてその相手を引っ張ってボールを奪うではなくて守備の技術を高めて相手からボールを奪うっていうことにつながっていくので、やはりこう審判の質を上げるというのが日本サッカーの守備の質を上げるっていうところにつながるのかなと思うので、まあぜひぜひ、まあ僕もなかなか審判やって失敗してしまうことも多いんですけども、頑張っていきたいなと思います。皆さんのこんな時こんな審判失敗しちゃったよねみたいなことがありましたら、ぜひコメントに書いてくれると嬉しいなと思います。それではまたお願いします。
you